で、民間としては、まあ、福島で初めての、まあ、民間の測定、まあ、市民団体としてですね、まあ、任意団体でスタートしたんですけど、で、まあ、ここの場所に移ったのが、まあ、9月中旬ね。で、10月1日からあのホールボディカウンターの測定も始まったと。あの当時まだ行政側 の、 その食品測定なんていうのももちろんですし、ホールボディカウンターもまだ導入されてなかったので、かなりの数の反響をいただきました。それがまあきっかけというか大まかな流れなんですけど、まあ、やっぱりその根底となっているのが、まあ、行政、まあ、国も含めてですね、その放射性物質に対する情報の開示の仕方に対するこの不信感というか、そういったものが、まあ、僕たちもそうですし、その来てくださった方、問い合わせいただいた方すべてにあったと思います。はい、当初は、電話とファックスとメールでということで受付を開始したんですけども、まあ、予想以上にというか、まあ、電話も、まあ、パンク状態と、まあ、メールも1時間で何百通というような形です。対応しきれなくてですね、一旦ストップさせていただいたと。ただ行政の方がだんだんとそういう体制が整ってきてますので、まあ、去年のまあ、年末超えたあたりからですね、まあ、徐々にこう落ち着き始めて、まあ、今に至るという形ですかね。当初はもう本当に避難をするしないっていうのの判断材料が欲しかった、ここに住んでいいのか悪いのか、それに対して、まあ、今現在はいかに住み続けるかっていうような、まあ、どうやって安心して住むかっていうところをこう非常にこう求めてらっしゃる方が多いですし、結果に対してもまあ思ったほどこう非常にこう心配がない状態っていうのもこう見えてきていますので、あとはそのまあもちろん食品だと高いものから低いものまでいろいろあるわけですけども、何を避ければいいのかっていうようなことをある程度こう明確に情報を得た上で、今後の生活に生かすというような形が多いですね。